とさ足指触れた静けさの中おいその本俺が先に借りようとしたんだけど髪の匂いめくるページに足音を何それお前の愛読書なわけ、あっそ他にも空いてるだろだからたまたまだってお前がどうしてもって言うなら座らせてやってもいいただし死後厳禁明日は手色ってちらつく視界の隅は老人も海では目の読むとりあえず手に取ったあらすじもないような青春さどなたでハッピーエンドじゃねえともに去りぬ影一人歩いて日曜日の予定まあだいたい暇してるけど章を捨てよう街へ出ようと先回りああそこ本に載ってたあんまり大したことないってさなんでわざわざお前なんかとわかったってこの俺様が付き合ってやるからありがたく思え別にお前のためじゃねえよ飾って踊って憧れていたいのでニューヨークティファニーにもビュッフェのコースが欲しい繰り返してにとったトリックもないようなミステリーだどうしようかってホームズヒントくれ来たところこれってデートだねってまあ俺はそのつもり